古代ローマのバリスタバリスタの投擲隊の矢尻バリスタは古代から中世にかけて使われた末置式の大型石弓砲である。手コを用いて弦を引き絞り石や金属の玉、極太の矢、複数の小型の矢、火炎瓶などを打ち出した。矢玉を弾き出す動力は弓が主だったが複数の弓を並べたりひねった動物性繊維の太縄や 金属製のバネを用いるなどの改良を加えられたものもあった。白兵戦の支援、工場戦における工場兵器、それらからの防衛に使われ、軍船に搭載することもあった。なお、英語で弾道を意味するバーリスティックはバリスタが語源である。バリスタが、ラテン語でアークバリスタと呼ばれていたこともあり、その中世フランス語訳のアーバレストは主にクロスボウの一種を刺し、 また、クロスボウの道義として使われる場合もある。ディアドコイ戦争の一つで、マケドニアが行ったロードス包囲戦では、巨大な工場塔の中に、様々な種類のバリスタやカタパルトを何段にも、装備したヘレポリスと呼ばれる巨大な兵器が使用された。また、ロードス側も、連発式のバリスタでヘレポリスに対して絶え間なく、射撃を浴びせた。結果的に包囲戦は、 失敗に終わり、そうして破壊されたヘレポリスの残骸やマケドニア兵が置いていった甲冑を材料にし、この戦争での勝利を記念して、世界の七不思議の一つであるロードスの巨像が作られた。第二次ポエニ戦争では、小型化して携帯できるようにした、狙撃用武器であるスコルピウスが使われた。欧州西部では、ローマの崩壊期から中世にかけて姿を消しており、 一説には中世初頭における戦火拡大を嘆いたローマ教皇による使用禁止令に起因しているとも言われている。東ローマ帝国などでは、騎馬砲兵の容量で台車に360度回転する台をつけ、その上にバリスタを乗せて馬に引かせるバリスタクアドリロティスという兵器も作られた。バネを利用したサスペンションにより機動力があった。現在の戦車の原型となっている。 カタパルトなどと同じく火砲が登場しても併用して使用されたが、爆発力が高く安全な火薬が改良されて、火砲の鋳造技術も進化し、火砲が十分信頼できる兵器になるとバリスタは使用されなくなった。ありがとうございます。